気合で抜けられることもたまにあるけど、そういう時は知恵と知識で、知恵と知識とあと根性で乗り越するっす。攻撃戦は結構持って帰ってきてる。お、バリアスビスカス、バリアビスカス、バリアスってね、さまざまなビスカスなわけあった。とりあえずせか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 しとこ、せか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 しといてね。じゃあポイント交換ちょっと見ていこう。もう競争予約あるんであれば。特別にはどうだろうか。いない、ないね。ナイスね。大丈夫です。ゾンビスタイバー、パート1食えね。OK です。ついにメルセラです。ドラゴン TK さん、いよいよついにメルセラ討伐のクエストです。幾度となく王国を危機に陥れ、今回キュリアを使って広域生物を進出させたその元凶。メルセラの脅威を排除することは王国に生きる者全ての批判でした。お母様、いえ、上陛下もどれだけそれを望んでいたことか。ドラゴン TK さんがメルゴドに揺らしてから、停滞していた時代がどんどん解決に向けて進んでいきます。皆、はい、の闘志を熱く燃え上がれ、燃え上がらす、どんな難題にも立ち向かう勇気は大丈夫。まさに打撃炎ですね。フィオレーネと共に行く、ご無事で戻られると信じています。それでは行ってらっしゃいませ。月下の、いやー、マスターランク豪快、なんかまだありそう。なんかまだある。7回までありそう。7くらいまでありそうな予感。そんな予感。あとちょっと見ておきますね、防御もね。あれ来てなくね、ああ、来た来た来た、やつからセット。うわー、いまいち。うわー、いまいち。本音が出てしまって、ごめんなすっていう。やつから X の方がいいね。弓によ、弓ね。大抵弓で考えるから。指にはいまいち。高速変形とかいらんし、渾身とかいらんし。難しい注文どんどこい。修行を重ねて磨き上げたこの加工技術で大満足させちゃうからね。大満足させちゃうの？作っちゃう？そうだ、朝食品なんか来たらすっかな。指生地だけやね。あかんね、あかんね。あと弓は、弓の方はどうだ。ここよね。クシャクリューじゃないね。イチスク重量老獣がなんだこれ。あ、こうなんだ。うーん、違うね。ハモンさんから教わった技術の数々ないな。ここか。貫通、爆破属性の貫通か。おぉ。使えそうやね。本当にわからんやつに。まあでも、もういいけどね。もういいけどね。ベルゼラどうせ、竜弱点にやろうし。わかりきってることやん。これより。だからさ、これで行くよな。体術、流毒性強化あるし、術、弱点とも変わるし、貫通度も強化あるし、装填加速度も上がってるし、かつ、快進撃属性も乗ってくから、流毒性めっちゃ乗るんじゃね？っていう、そういう手ですね。もうこれでマスターランク5に行けるのか、嬉しいな。ちょっと待って、防御術大絶対いると思う。よし、防御術大だけでも嬉しい。大だけでいいもん。それだけでいい。それオンリーでいい。ちゃんとやっとけ。コリオやから罠は効かんと思って。行くぜー、もう結果の死亡。城西高生、メルゼラが捕捉された、この際のやつな。
悲しでベルゼの討伐し、悲願を果たすぞ。だが忘れるの、無事に戻ることも任務の一つだ。いざないに導かれし者は疾風にさらわれ、その風が闇の化身と知る。見えは避けられぬ闇に覆われしまま、生果てるまで吸い尽くされ、給仕はひたすらに主への緑地を捧げ続ける。税を尽くし万を持して闇は月光のもと姿を現す。来たよベルゼナ。古竜は騎士の誇りにかけて、騎士の誇りにかけて、ありがたい、来てくれてめっちゃありがたい切々に嬉しい。よし、じゃあとりあえず、え、何ルナカロンがいるのかな。反撃の時、二度と不覚は取らない。向こう側いるんやね、最初ね。よし、じゃあちょっとクリー取りに行くんで、シャレじゃな、シャレでもなんでもないんで、取った後ね、また2日でやっていけない。てなわけでカット。それよいしょ。久しいナメルトが騎士の誇りにかけて貴様を撃つ。撃ってやれ、撃ってやるがよい。いやー、やばい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 、ちょ、待って、待って、何それ。あー、いった。何、赤い点滅が来てる。危なっ、無理そうなるの分かってたけど、怖っ。危ない。おお。ちょ、麻痺やれ、やっていこう。2位とかやもんな。危ねえ。おお、頼む、フィオレーネ頼むぞ。私は貴殿と共に奴を倒すと決めている。離れないでくれよ。離れないでくれ、ごめん、ごめんごめんってなった、ほんま。はいや、だいぶなった。とりあえずこれだけ取っといて、ルナカランと争ってほしいな。また降り立ったんかい。おーおーおお、なんだ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 。
なんだあれ。おーおーおー、なんか一気に移動するのやめて怖い。いやー、なんだその行動。わからん。わからん。もう大丈夫だ。ありがとう。あー、もうじゃあやめろ。あー、怖い。うわーい。二度やめろ。二度って、おってやめろ。おー、怖いかい。いやいやいや、うわ。はい。あー、飲む。飲む飲む。あー、100。うーい。はい、おーい、おい、撃っても意味なかった、意味ないやつやん。先行弾を撃ったとじゃねえんだわ、言ってー。あ、死んだ、これ死んだ。じゃあ早っ、オッケー。あねえ、死ぬと思った今。すげえ死ぬ。あ、間違えた。死役の4と馬鹿や。我が魂燃え上がれ。よし、当たる当たる。興奮しているようだな。一気に詰めてくるの怖い。マジか、あぶねえ、標的されてる。逃げ回ろう、よれに。ああ、怖い。ああ、一気に行動するの。ああ待って、やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、死んだ。ほらほらな、よれね、ごめん。よれね、ごめんってな。はあ、えぐ、ちょっと待って。一旦ちょっとアイテム管理。防御術大ナイス。大ナイス。もっと防御術上がってくれてよ。えぐいな。入る量。あ、一発一発だけっていうのやめて。あー、無理。もういかん。あー、おー、ないよ。無理するなよ。ありがとう。よれで、ありがとう。なんか、おお、終わった。油断するなよ。ちょっと誰か助けて。誰かってよれに助けてってやつ。オーケー。私のすべてをぶつける。もう。ここ見えない見えない見えない。ああ、後ろに行かれると困る。ナイス。あかん。おー、やばい。オッケー。怖っ、こいつの行動。あー、ミスった。
怖すぎて、怖すぎて、エイムがガバガバなって。ああ、やべ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 、うわ、もう終わった怖い一気に一面のやめてほしい、怖い。私の全てをぶつける。オッケー。あかー、ミスった。怖い怖い。おーい。危ねえ。よし。この閃光を食らえ。いやー、閃光やっても一緒やって。あ、あった、うわばばばば。ナイス V 破壊。なかなかにくん乗れないね。お、レナから来た。お、ピオレーネ、あれ待たせたな。マジで怒り浸透といったところか。攻めかかれ。せいや、なあ、ナイスピオレーネ。ナイス、いい感じに入ってんで。よし、一斉攻撃じゃ。うら、ここで仕留める。そこ、あかんかった。え、どくるかな。おお、高い。あれ、当たらんぞ。あい、ちょっと待って、やばいやばい。はいはい、出る。はい、あ、間違えた。あー、痛い。またかい。もう大丈夫だ。おい、おい、あ、移動しなかったな。いいぞ。じゃあちょっと取っておこう。メルゼナ、メルゼナの素材を取っておくべき。あー、だいぶ怖い。何か両具生物いないかな、楽になるやつ。どっかに。常時集中を切らさぬように、共にクエストを成功させよう。あれ、いい感じじゃね。あかん。おお、どうした。あ、オルギー、オルギー。当たらんねんけど。そりゃね、オッケー。またか。おお、危ねえ。
あー、これ、あー、いや、行き過ぎた。おも、大丈夫です。いやー、なかなか。来た、来い、おー、来た。あった、うまっ。ああ怖い怖い痛い、ちょっと待って、ああなんだ、どうした、俺どうした、ああ、死ぬ、もう終わったですよね、うん、相手のターンすぎた、マジ相手のターンすぎたんだけど、なかなか弱まらんの、ここから巻き返すぞ、巻き返せるかな、めっちゃ不安わ、不安やば、俺の言葉がふわふわしてるわふわふわしてるわ、寝るせな、怖っ、おお、痛い、止まった、あったかも、もう OK、 おお、来た、あー痛い、もうまたやんけ、やめてほしい、おーい、アップ、おーい、あー無理、あーきついな、ありがとう、ふぅ、お、倒れた、マジ、よーし、オッケー、よーし、ようやく乗れた、いいタイミングだ、500やで、やばすぎやろ、見事な送流だったな、この技にかける、なかなか弱まらんか、こいつ。怒り心境といったところか。あーって、うわー、えぐい。おー、えぐい。うおー、バレ。あーっ。あーった。あー、今。あいも、うわ、また移動した、いや移動しすぎじゃね、行くぞ、こわ、もうメインキャブもう乗る、その方が早いしな本当にな、おお、いける。おーい。ちょっと待て。あー、いった。死んだ思った、
ありがとう。ここで終わらせるぞ。王国とカムラの里に安寧を。だいぶやってんで俺。モンスターの動きに注意だ。おーおー、びっくりした。あ、先行だ。あ、終わってた。効果時間終わってたのかな。おーおーおー、ラッタイ。もうほらね、遊びどころ。もう大丈夫だ。怖いな。ちょっと死ぬ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 。あおい、死んだ。また。おーほら、あい、標的にされているぞ。また標的されとんの。もうえって、フェイトチ取りすぎやね。俺、怖い。うわぁ。おぉおぉ、あ、死んだ。ふぅ、死んだ、また。あ、もうまさか。風圧やめろ、こら。いや、痛い、わからん。ふぅ、おぉ、私の全てをぶつける。また移動始めた。全然弱まってないんやけど。どういうこと？どういうことってなってます。怖すぎるんやけど。おー、ナイス転がし。ナイス転がし。オッケー。おい、うん、どうした。お、ナイス。ルダカロン持ってるのナイス。これでちょっと弱ってくれるといいやけど。当たらってなくね。ちょっとやめて。ウェルゼラの部位が破壊されていくどこや。早めに直した方がいい。何が？どうし、どんだけ苦労すれば気が済むのよ。痛い、怖い。気をつけろ。あー、死んだと思った。あー、いた。怖い。わし、弱っ。死んだ。こう思うやん。生きてるんだよな。なかなか弱まら。おうわ、おうおう、セイフ。いてぇ、やばい、なんか死にそうで怖い。弱まってる。
に行くんかな。ちょっと大手の化け団地に持っていこう。ちょっとほんまそれも。こいつはやらんかな。奥で寝てんのか。そんなとこで寝るんや。よし、ようやくやれ。もうね、勝てればいいねん、勝てれば。そう考えてる、もうね。よし。ここやったか、寝てんの。ありがとう。もらった。こんわ。おお、待て、危ない。回復したぞ。ありがとう。はあ、もうまたか。やめて。俺の方来ないで。隙あり。頼む、早く飲ませ。おい。おお、こわ。これ切れんねん、勝ちで。ちょっと飲んでる最中でしょうかよ。怒り浸透といったところか。ナイス。怖っ。やば。お。オッケー。いって。わからん。ナイス。よっしゃ。はあ、怖かったー。メルゼラ、お、強かった。はあ、マジ強かった。ハギハギ。ハギ取りタイム。ヒオレでも一緒にハギ取ってくれて構わへんで。ないな。いやー、怖かった。うまくいった。尻尾破壊することはわからんかったな。何回か狙っていってんけどな。いや、もう35分ほどなって、ね、異常は見当たらないな。やったよー、やったよー。黒まで続きそうで怖いよいい汗をかいたな。そうやね、いい汗かいたね。いい汗すぎるほど書いたね。冷や汗も書いたしね。うわ、いっぱいいた。あ、さあ、また起きた。ナイス。切ってなかったからちょうどやった。おー、めっちゃ来た。荷物、あぶねえ。マジあぶねえってなる。さあ、どうよ。見事だった。怪我はないか。宿主を失い、猿のみか。あるいは。
すごい神秘的。凶暴化しそうやね、いろんなモンスター。帰ろう、みんなが待っている。出迎えご苦労。これは長い宴になりそうだな。うまくいってよかった、ほんま。怖かった。何度死んだと思ったことが、ラスト。ドラゴン TK でのフィオレーネ、よくぞメルゼナを討伐してくれた。散っていってキュリアの行方は調査隊員たちが追ってるけど、みんなバラバラでね、経過観察中。まあこれで長年にわたって王国の脅威の2つ存在と広域生物進出の元凶がまとめて倒したってわけだ。その割には浮かない顔だね、マハリ。お前なら飛んで跳ねて喜ぶかと思っていたが、キュリアのウイルスで凶暴化したモンスターもまだ残ってるし、まあ、研究者としてはいろいろとね。メルゼナを打ち果たしたが、この観測拠点ニエルガラでの活動はもうしばらく続ける。残っている大域生物の排除、大域生物の進出による影響の調査、キュリアの動きの観察を見る。エロゴン TK でももうしばらくこの王国のために力を貸していただきたい。そうか、やってくれるか、レオン言うぞ。何もやってない、何もやってない、無教無言の圧力。それでもはり、新型戦の建造は進んでいるか。新型戦武装に手間取ってますね。帝徳が言う浜の重装備にするとスピードが落ちちゃって、武装かスピードかどちらかを諦めてもらえたりできませんよね。ちょっと待ってください。帝徳、新型戦というのはオートで建造していた決戦型狩猟戦のことでしょうか。メルセナの脅威が去ったというのになぜ検討を急ぐ必要が。まあ、フィオレーネ。メルゼラに限らず、モンスターは常に俺たちの脅威だろ。そのための兵器があるのはいいことじゃないか。世の安心にもつながるし。それはそうだが、何か隠していないか。目が泳いでるぞ、マハリ。フィオレーネ、新型戦は私の命令で検討を進めている。この多くの許可を得てた。お前の推測通り、隠し事はある。だが、それは巻き込む人間を最小限にとどめたいから。今はそれで我慢してくれ。時が来ればすぐに話す。わかりました。帝徳がそうおっしゃるのであれば。ほう。すまぬな。では引き続きチッチェ殿からクエストを受けてくれ。頼んだぞ。なんかまだあるいうことやん。がいっぱいあるやん。とりあえず話す、全員話してもらおう。では、フロモンティー系、少々時間終わるか。キレイさえ良ければ狩猟への同行を依頼したい。次にクエストを発行済み上、都合が良ければ、次は。知りきてくれ。天地に満ちる火炎とこ。いや、まだあんのかい。おお。あ、チケットね。2個。ナイス。今は弓に関しての話題が多く、とりわけ矢の性質の議論が盛んなんです。矢は強度の、もちろん、柔軟性も兼ね備えている必要があります。ただ、そんな素材はなかなか見つからず。議論が行き詰まった、しまった中で、どうやら、千バリューの、バリンハイリンにそのヒントがありそうなことに気づきました。そこでお願いなのですが、千バリューの捕獲を依頼させてください。協力の研究のご協力をお願いします。カラクリ猫29弓回。ホーンってなって、ホーンってなってな。ホーン。こんにちは。お忙しいところ申し訳ありません。実は薬の調合についての素材を調達していただきたいのですが、お願いしたいのはディアブロスの角です。モンスターの角は武器としてだけでなく、制約の素材としても優秀なのですよ。ですが、ディアブロスほどのモンスターの角、調達するのは至難の業。そこではぜひあなたの力をお借りしたいのです。ディアブロスの角を調達していただければ、報酬としてある指の強化方法をお伝えします。よろ
ろしくお願いいたします。ほう、持ってないね。だよね。だよね。プープーってなった。今私ね、とっても困ってるのに、優しい君なら助けてくれるよね。ありがとう、ラブリー。ブルーちゃんの取材を集めてほしいって言われてるんだけど、今すっごく大事なお仕事があるんだけど、手が回らないの。代わりに君が引き受けてくれたら、すごく可愛い武器の強化方法を教えてあげる。いらないっすよ。じゃあ、素材の調達お願いね。優しい人と出会えて、私とは幸せ者ね。ああ、俺にはいらないものですね。いやー、持ってるけども。持ってるけども。応援してるいやー、いっぱい出てきたね。少し寄っていって。どうした？ウロコン TK さん。アゴンさんに手ほどきを受けて生産できる装飾品の種類を増やしたよ。じっくり選んで装備を整えていってよね。おお、マジで。ちょっと見よう。さっき見よう。装飾品やろ。怪獣防御合気獣、うん、モンスターの攻撃さらって受けるダメージが軽減される UI じゃね、いらねえ。こういうのは別にいらねえ。ないなぁ。いいものはないな。よし。とりあえず防具見ていこう。ダマスク？あー、そっち系な。貫通弾、貫通液用か、どこや？そこか。そこだ、そこか。どっちも作れるけど、交流の上地が2個しかねえから、どっち、どちらかしか作れませんって。よし、メルゼは何でしょう。とりあえず見ておこう。あー、なるほど。今はいいかな。難しい。まだどうぞ。いろいろと話しかけて、今回呼ばれてたからね。言わないか。誰？ほっほっほっ、呼び止めてすまんの。お前さんの好き気になるハンターと見込んで、わしの話を少しだけ聞いてますね。お前さん、天竜を知っておるかの。あれほどに武田家人モンスターを私は見たことがない。国者としてはあのモンスターがなぜあそこまで凶暴な性質を持つに至ったのか知りたいのじゃよ。その調査のためにお前さんには天竜の捕獲を逃がしたいの。私はあれの国士に使わせてすまんの。頼むぐらい。本当に思ってんねやったらもうちょっとくれ。大鎧だもん。きっぽですじゃ。トモミスエが使う方の大量に成功し、調達できる地域が増えてたのを報告が届きましたにゃ。新たな調査先で得られる素材も変わるので協力してほしいでござるにゃ。とのこから白から伝言ですにゃ。あきらせ、私に依頼してもらえれば大丈夫ですにゃ。おぉ。うん。ああ。どこかな、トモミスさん。なるほどんぐりが。どこかな？ヨーガンド。ヨーガンド。OK。で、カムランさんからのお知らせ。あ、フギンさんがお話したそうだったか。じゃあちょっと戻るか。と思ったけど、ちょっと、なんかまだあるっぽいね。どこ？ありがとう？何？ああ。どうでもいいわ。今どうでもいいわ。じゃあこの子に話すと、ドラゴン TQ さん、メルゼナの討伐お見事でした。これで王国に平和が訪れます。
と言いたいところなのですが、というところは厳しい表情のままです。周りも考え事があるようで、確かにこういった時の油断が起きる失敗を招くのはよく聞く話です。まだまだモンスターは多くいますし、私も気を抜かずに、クエスト長のお仕事を頑張っていきます。それではクエスト長をご確認くださいませ。名誉クエスト。あ、来たからね。うわぁ、えぐ。えぐってなる。全然やってないんでね。次回ぐらい、ここら辺全部終わらせていこうか。こういうところやるのは面白い。うーらーじゃん。ロズリギウスじゃん。びっくりするじゃん。では、今回はこの辺で終わらせていただきます。またお話、聞かせてくださいね。協力してくれや。まだいた。ちょうどいいところに君はいつもいいタイミングで現れる。いや、褒めてるんで素晴らしいことだ。状態異常がもたらす身体的影響で研究してるんだけど、被験者がみんな嫌がって全く手術を進まないんだ。そこで君の出番ってわけ。そんなに不安な顔するなよ。何も怖い話してない。この通りクエストに行くだけさ。こっちの報酬は済むよ。待て待てねえか。これは修行生活を一変させうる素晴らしい研究なんだよ。研究内容に興味があるかい？毒に氷、火に恐竜書、さまざまな状態異常を受けた。体を驚くべき変化をするんだ。実はね。で、おい、まだ話せる途中だぞ。じゃあ、君は狩猟に向かってくれ。うわぁ!3 匹、えぐ!といったところで、今回は本当にこれで終わりにさせていただきます。次回ね、こちら側行って、話聞かんとなと思いつつ、思わなりそうなんですけど、では、今回はこの辺で終わらせていただきます。視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイサラダ。